京都はそのパスをいい形でカットして得点に結びつけたいところ。ドグラス・ビエラスルーして藤本の左足シュート、決まった、藤本が決めました。今シーズン2点目、東京ヴェルディ先制。後半の35分、左に流れて左足でねじ込んでいきました、藤本寛也。いやー、もう今ももう本当に一瞬の隙を突きましたよね。まあ、彼右サイドから中に入って、まあ、左利きですから、まあ、インスイングからシュートを決めたんですけども、これもチェックの動きでね、ディフェンスラインからちょっと顔のバイタルのところに顔を出してボールをもらってからの左足のフリーシュート、素晴らしかったですね。京都のディフェンスを3位